今回はどこで使えばいいのかよくわからない調和兵器の使い道について考えていこうと思います。まず調和兵器の定義ですが、このようになります。この式だけを見てもよくわからないと思いますが、逆数を取ってみるとこのように書くことができて、言葉で説明するとこのようになります。具体例で考えてみます。このような問題があった時、 A と B の相加平均だと答えるのは間違いです。行きには A 分の1時間かかり、帰りには B 分の1時間かかっていて、道のりは2キロですから、このように答えるのが正解です。これは一体何かというと調和兵器になっていますね。このように分母が変動する時の平均を考えるには調和平均が向いています。もう少し一般的な性質として、 H 分の1は逆数の相加平均ですから、相加相乗平均の関係からこのように書けるはずです。分母はまさに相乗平均になっていますよね。このことから相加相乗平均の関係を含めて考えると、このような関係性があることがわかりますね。ここからは余談ですが、逆数が等差数列になっている数列のことを調和数列と呼びます。この中でも特に分母が1ずつ増えるような級数を調和級数と呼んだりします。これはこれで非常に奥が深いので、興味がある人はぜひ調べてみてください。